皆さんこんにちは。アゴダ編集部の石田正彦です。毎週水曜日、今週のアゴダという番組をお送りしています。今日もよろしくお願いします。先日ですね、今年のノーベル物理学賞の発表がありました。日本人の3人の研究者が受賞したわけですけれども、一人は名城大学教授の赤崎勇さん、名古屋大学大学院教授の天野博さん、そしてもう一人はアメリカのですね、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授の中村修司さんです。私はですね、中村さんをずっと、2000年の暮れぐらいに初めて取材して以降、10年ぐらいにわたってずっと何度か、実際に会って取材してきました。サンタバーバラにまで足を運んで、1週間ぐらい、ずっとベタ好きで取材したことも何度かあります。中村さんといえばですね、日本の一般の方はですね、元いた日亜化学工業相手取って、起こした知財裁判のニュースでご存知の方が多いと思います。もちろんですね、最近報道で、紹介されているように、こういったLED ですね、このLED の基礎技術を製品化を進めたのが中村さんだというふうに報道されているので、よくご存知の方も多いと思うんですけれども、その中村さんといえばですね、その知財裁判で、その前後の報道されたニュースなどでかなり怒りをぶちまけてですね、元いた会社に対して不満を表明していた、そんな表情とかですね、発言を記憶されている方も多いと思います。で、先日のノーベル賞を受賞した記者会見でもですね、自分の研究のモチベーション、動機は怒りであると、そういうふうに言っていました。彼のその2001年に出した本にですね、怒りのブレイクスルーっていう本があるんですけれども、皆さんその知財裁判での彼のその表情とか発言、そして先日の記者会見での発言などから、かなりそのエキセントリックで怒りやすい、キレやすい人みたいなイメージを持っているかもしれません。しかしですね、実際に彼に会ってみるとですね、中村さんほどバランス感覚に優れて常識を持った人間はいないんじゃないかと思います。インタビュー中に声を荒げたり激高することというのはほとんどありませんでした。例えば日亜化学工業時代にですね、彼は研究開発家というところで研究者と研究を進めていたんですけれども、自分が製品化したものをですね、例えば売り込みに行く。で、当時の日亜化学というのは化学、化学の蛍光体っていうものをメインに扱っていた会社でしたから、半導体についての知識を持った営業マンってほとんどいなかったんですね。それで中村さんが借り出されて、実際に営業の現場に行って取引先を接待するというようなこともしていたようです。西谷化学というのは徳島県の阿南市にあるんですが、徳島市内の飲食店で中村さんは接待を繰り返すたびに飲食店の顔になってしまったみたいな逸話もあるぐらいです。それぐらいですね、豪放磊落というかですね、ざっくばらんな人柄、明けっぴろげの人柄で、魅力的な人物ということで、取引先からも人気があったような、そういう人物ですので、報道で訴訟の時の報道で、伝えられているようなエキセントリックな面というのはですね、その彼と実際に触れてみるとそんなに感じられません。ただですね、彼はですね、
人生の彼の人生の中で何度かブチ切れてですね、全てをちゃぶ台をひっくり返すようなことをするんですね。例えば大学に入った徳島大学の工学部に入るんですけれども、彼もその高校時代に猛勉強して暗記大嫌いな暗記科目を詰め込み、大学に入れば自分の好きな理論ができる、工学部に入って理論を徹底的にやれるというふうに思って大学に進むんですが、実際の大学っていうのは教養課程もあるので、憲法の講義とかですね、語学なんかがあって、高校時代とほとんど同じような授業ばかりがこう続くわけですね。そこでまあ彼はこうまたブチ切れてしまいましてですね、これじゃあ、まあ自分が何のために嫌いな暗記科目を克服して大学に進んできたのかわからないということで、引きこもっちゃうんですね。で、全てその友達との交友とかですね、大学の方に行くのもこうやめちゃって、アパートに引きこもっちゃって切れてしまって、怒りに任せて自分の好きなものばかりをこう勉強したりしていた時期があったようです。その後ですね、彼はその大学院に進んで修士を卒業し、まあその日夜化学工業っていうところに就職するわけですけれども、10年間は、まあ、いいダクダクとその上位下達式のですね組織の中で常識的なサラリーマン生活を送るわけです。会社の命令に従いながら製品化を進めると研究をこうコツコツと続けてですね、まあ、開発家というのは実際自分が開発した製品がですね売れる売れないっていうのは営業に渡してしまえばその後はまた次の開発に進むわけで、そこにこう現実的なその利益を会社にもたらすっていうことはそれほどないので、会社の中からかなりですねこう極潰しとかですね、会社の金ばかりを使って開発しているだけで何の利益も上げられないじゃないかみたいなことで罵倒されたりしたような時期があったようです。そういったこう自分の不遇な、まあ、不遇というかですね、自分のこう置かれた現実と乖離した時に、からまあ切れてしまって、まあ、青色発光ダイオードの研究にこう突き進んで没頭していくわけですけれども、その時も大学時代に切れたのと同じようにですね、会社の同僚との付き合いはもう全くこう断って、上司からこう何か言われても電話さえ出ない、そんなようなことを続けたりして、まあ、切れた状態で、まあ、青色発光ダイオードの製品化を実現させたと、そういうようなことを言ってました。でですね、その彼はまあその彼が他の研究者と違うところはそこら辺だと思うんですね。そのもちろんその理系の研究者がその集中して、ものすごくこう自分がその自分のテーマにしている研究のことだけを考えるっていうのは別に普通のことだと思うんですけれども、日常生活のそういう仲間付き合いとかですね、人間関係みたいなものを全くこうシャットアウトしてですね、それにこうだけにこう集中するなんていうのはなかなかできないことだと思うし、それを許したまあ日夜化学っていう会社もちょっと特殊な会社だったんだと思います。もちろんですね、創業社長のバックアップがあったから中村さんが青色発光ダイオードの研究を進めることができたわけなんですけれども、まあその、まあ、よく言えばその古い日本型のその中小地方の中小企業みたいなぬるさが、まあ、西谷科学にはあったんじゃないかなと僕は思っています。それでですね、もう一回その中村さんは切れるわけですね。それはアメリカに渡米したのが2000年でですね、2001年から、まあ、そのサンタバーバラ校、カリフォルニア大学のサンタバーバラ校で研究を始めるんですけれども、日夜化学から、守秘義務違反だということでアメリカで訴訟を起こされるわけです。でせっかくですね、日本から出てですね、自分だけの研究ができるかと思っていたところにまたそこにノイズが入ってくるわけですね。でそこでまた彼はブチ切れてですね、日本で、知財特許法第35条をめぐる、裁判を起こすわけです。まあ、ここはまあちょっとその
その前の大学時代の切れ方と日亜科学時代の切れ方とはちょっと違うんですけれども、まあ、同じようにですねこう切れて、非常に怒りに任せてですね日本の社会を痛烈に批判したりですねその司法制度はダメだっていうふうに声を荒げたりするわけなんですね。翻ってみるとですね中村さんが日亜化学工業時代に青色発光ダイオードの開発を進めた時にですねどんどん自分を孤独に追い込んでですね集中していく彼のその青色発光ダイオードの製品化の成功の秘訣っていうか肝はですねこの孤独と集中だって言ってるんですね。で切れてボス周りとの環境をシャットアウトして自分をどんどん孤独に追い込んでいってで研ぎ澄まされたですね集中力でですね研究を続けて、なんとか青色発光ダイオードを高輝度で持続的に光らせることができるようになったわけなんですがこれはですねむしろですね僕はその無意識に意図せずですね自分で、まあ、気がついていないうちにそういった環境に自分を追い込んでいるんじゃないかというふうに思ったんですね。で取材中にですね中村さんはもしかしたら自分でわざとそうやって周囲とこうボス交渉にしたり、周囲との関係を断つってことは自分を孤独な環境に追い込むためなんじゃないですかって聞いたことがあるんですが、まあ、彼はまあまんざらでもないような顔をして否定していましたが僕はその例えばこう日本でですね知財の訴訟を起こすっていうことは例えばアメリカでですね自分の研究とかですねその新しい環境で自分が能力集中していくための一つのこう方法だったんじゃないかそういう一つの手段だったんじゃないかっていうふうに思うことがよくあるんですね。で彼はですね今そのアメリカに渡って14年ぐらい経つので向こうでの研究環境とかどんどん整備されていますしおそらく大学でももう1位に争うほどの存在感を示していると思いますしまさにそのノーベル賞を受賞したことによってその地位は揺るがないと思うんですね。でアメリカでもその新しい自分のベンチャーを起業しビジネス的にも自分の計画通り着実に進んでいると思うんです。こうした環境の中でですね彼はじゃあ今までのように切れてですね孤独な環境に自分を身を置いて集中することが果たしてできるのかなっていうふうに思うんですね。でそういったところで言うと割とこう自分をコントロールしてですねその自分をそういったこう環境を変えるんじゃなくて自分をその集中とか孤独な状況に身を置くような術を多分獲得したんじゃないかなと思うんですね。まあ、いずれにせよその中村さんをと、まあ、長い間こう取材を続けてきたものとしてですね今回のノーベル物理学賞の受賞というのは非常に嬉しいと同時にですね驚いています。中村さん自身が言っているようにノーベル物理学賞というのは理論で受賞するケースが今まで多かったわけでこういった実用化された技術でですねノーベル物理学賞に賞が与えられるってことは非常に珍しいことなんです。ただですね我々の身の回りにですねこうあるようにまさにそのこう書くことのできない技術になっているわけなので、そういった意味ではその我々の身近な技術がノーベル賞っていうちょっとこう理論的でちょっと縁遠いものと非常に密接につながった瞬間だったんじゃないかと思うんですね。で中村さんはですね小さい頃の夢は鉄のアトムのお茶の水博士になりたいっていうふうに思ったらしいんですね。それはですね何かっていうと人類の幸福とかですね人類の生活のためになる人類に貢献する技術科学技術を作って人類に夢を与えたいっていうのがモチベーション
で、そのお茶の水博士っていうのが自分のアイドルになったというふうに語っていました。まあ、今我々が享受している電力インフラっていうのは、遠い、まあ、原子力発電所とか、まあ、今止まってますけれども、水力発電所とかですね、周辺にある大規模な発電施設から延々と送電線を引っ張ってきてですね、町中我々の家々に張り巡らされないと使えないものなんですが、まあ、こういった先進国では、まあ、普通に使えているそういう送電インフラがですね、例えばこうまだ発展途上国では発電所自体もないかもしれない、電線を引っ張ってくるインフラ整備もできないっていうようなと国々がたくさんあるわけですね。でもこう LED っていうのは省エネ省資源で長寿命なので、簡便な蓄電システムがあれば十分な明かりが家々に各個人にですね、まんべんなく行き渡らせることができるわけなんです。非常にこれ画期的なことでですね、例えばネパールやチベットではですね、灯油を使って、夜の照明で灯油を使っているための火事がものすごく多くて、その火事で亡くなる人の数もかなりの数に無視できない数に上っているんですが、 LED をこう普及させるっていう NPO の活動が、まあ、広がるにつれてですね、その火事の件数も少なくなっているっていうようなことがあります。まあ、中村さんの発明は、まあ、中村さんが製品化した LED の技術っていうのは、まあ、こういうようにして非常に我々の生活を激変させているので、皆さんももうちょっとこう心してですね、 LED っていうものをこうしみじみと眺めながらですね、その光をですね楽しんでいただきたいと思います。来週はですね、今上野の国立西洋美術館でやっているホドラー展の紹介をしたいと思います。最後にですね、2週間ぐらい前にですね、私がこうこの同じ番組で言った脳の話の研究者をですね、ザガニナって言ってたんですけども、ガザニナでしたね。でかのガザニナって人もですね、中村修二さんと同じ、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授です。まあ私のこう拙いその放送をここでお詫びするとともにですね、ザガニナではなくガザニナがだったというふうにお詫びして訂正します。ではまた来週。